英会話スクールイングリッシュパートナーズのせいけかおるです。荷物が見つかりませんは英語で I can't find my baggage えー、こちら、luggage と baggage 両方よく聞くと思うんですが、覚え方として、luggage はイギリスでよく使われて、baggage はアメリカでよく使われるって覚えてください。で、えー、共に不可算名詞なので、luggages, baggages にならないので注意してください。どういう時に使えるかって言いますと、預けた荷物を受け取る際に見つからない時に使えるフレーズになります。発音一緒に練習してみましょう。I can't find my baggage. はい。 Very good. 荷物が見つかりません英語では I can't find my baggage. ぜひ覚えてください。出張英会話レッスンなら English Partners で検索。オンラインレッスンもやってます。